俺と手を組まないか。何？カルミラだったか。あの女についてても先はないぜ。強すぎる執着心は判断力を鈍らせるからな。だが俺についてくりゃもっとエクセレントな闇の景色を拝ませてやれるぞ。エクセレントな闇の景色ですか。さあそれは興味がありますね。味方のふりをして近づき、隙を見て石板を奪うおつもりでしょう。使い古された古典的な策略ですね。そういやお前も策略家だったな。やりづらい相手だよ。まったく。悪くない動きですね。楽しめそうだ。お気に召したようで何よりだ。しまった。おやおや、刀なしで私に勝てるんですか。おい、力を貸せ人間ども。邪神剣を見つけてくるんだ。おい、まだか。見つけたら指を指して教えろ。そこか。逃がしませんよ。さあ、チェックメイト。お見事。お望み通り石板をお返ししましょう。一つだけ聞かせてください。あなたの目的は何ですか。目的？ええ、あなたからは我々と同じく闇のエネルギーを感じます。本当に世界を救う目的でその石板を回収しに来たとは思えません。あるんでしょ、本当の目的が。別、やり直したい過去の一つや二つ、誰にでもあるだろう。なるほど、そうだ。剣の腕ではあなたが上でしたが、策略家としては私の方が一枚上手なようですよ。何？そ、偽物か。どこ行った。油断しましたね。それでも闇の戦士ですか。ん、何かが近づいてくる。アグラあんたは地球の海から生まれたウルトラ戦士アグラだ。突然現れた時空の穴から闇の戦士同士が争っている波動を感じ駆けつけた。海で暴れることはこの俺が許さない。まあ聞けよ。確かに俺は闇の戦士だが、今は世界を救うために動いてる。信用するとでも？たく、面倒だな。